今季の巨人軍は主力選手に故障が相次ぎ、シーズンを通して苦しい戦いが続きました。特に投手陣の成績が悪く、かつて投手王国と呼ばれた面影はなくなっていました。エースの菅野投手と守護神の大勢投手の故障による負担は他の投手に重くのしかかり、多くの投手が昨年から成績を落としてしまいました。しかし若手投手にとってこの状況は出場のチャンスとなり、山崎伊織投手、赤星投手など将来巨人軍を担うであろう若手投手陣が次々と現れました。そして2019年から巨人軍の投手コーチを務める杉内氏は、今季初勝利を挙げた覚醒間近の若手投手がいるといいます。そこで本日は杉内コーチの言葉や球団関係者の言葉から、投手王国のキーマンになる選手について紹介していきたいと思います。左腕王国の再建。近年巨人軍の投手成績はリーグ下位に落ち込んでいます。2022年の投手陣を振り返ると、チーム防御率はリーグ最下位、特に左腕投手の不足が目立ち、左腕先発の勝利数は両リーグを通して最少の12にとどまってしまいました。2023年シーズンはその弱点を補うために、2021年にAAAで好成績を挙げたグリフィン投手、同年のメキシカンリーグ MVP メンデス投手を獲得します。また2021年チーム最多勝の高橋投手も左肘手術から復帰と、強力な左腕投手陣になると見込まれていました。しかしシーズンが終わってみると、グリフィン投手は6勝、メンデス投手は5勝、高橋投手は本来の姿には遠く及ばない1勝止まりと、戦前に期待されていた成績は残せませんでした。過去を振り返ると、2012年が巨人投手陣の黄金期でした。そしてその黄金期を支えたのは強力な左腕投手陣でした。先発では宇都宮氏、杉内氏のダブルエースを擁し、絶対的なセットアッパーの山口氏が終盤に君臨すると、チーム防御率は驚異の 2.16 と両リーグを通しても群を抜いた成績を収めました。2023年、新たに投手王国と呼ばれたのは阪神。チーム防御率 2.65 は両リーグを通してトップでした。その成績は左腕投手の活躍が大きく貢献してのものでした。先発では大竹投手が12勝、伊藤投手が10勝を挙げ、リリーフでは桐敷投手、島本投手が防御率1点台、守護神も左腕の岩崎投手が務め35セーブを挙げました。巨人軍でも今年の阪神のように、先発左腕2人が2桁勝利を挙げた年は2012年の宇都宮氏、杉内氏の両エース時代など6回あり、その全てでリーグ優勝しています。このように巨人軍が投手王国を建国するためには左腕投手の存在が不可欠です。勝ち星に恵まれませんでしたが、安定した成績を残したグリフィン、メンデス両投手と来季も契約を結ぶことが確実視されています。そして今季チーム内の日本人左腕投手ではトップの4勝を挙げた若手投手が来季のキーになると見られているようです。自ら殻を破った逸材、その期待の若手左腕投手とは横川凱投手を指します。横川投手は大阪桐蔭高校出身の190センチの長身で、同級生には現中日の根尾選手、現ロッテの藤原選手、現日本ハムの柿木選手と同級生に4名のプロ野球選手を輩出するという歴史的にも珍しい強豪チームで過ごしました。高校時代は3番手投手だったため公式戦の出場は少なく、本人は大学かプロを志望するか迷いながらもプロを志望し、巨人軍から4位指名を受けプロ野球に足を踏み入れました。しかしプロの壁は厚く、2022年までほとんど1軍の舞台に立つことはできず、一時的ではありますが育成契約になったこともあり、苦難の時代が続いていました。2020年の2軍戦では4回13失点となる投球で涙を見せるほど苦しみます。それでも杉内、
久保亮コーチと試行錯誤を続けます。特に久保コーチは長身投手の岩隈投手を指導し、成績を大きく向上させた実績を持っているコーチです。そして横川投手はフォームを変更することを決意します。長身を生かすため右腕を大きく振り上げたフォームに変更すると直球の威力が大きく向上し、2023年春季キャンプでは原監督からいい迫力が出たね、ビルのようでタワーマンと呼べるピッチャーがまた増えたねと迫力ある投球を絶賛されました。そして今年のシーズン、横川投手は先発投手としてプロ初勝利を挙げます。その時苦しいこともあったけどいろいろな人に助けられた、やっと勝てたと涙を浮かべ感謝を語りました。そして勢いに乗り5月までに3勝を挙げる活躍を見せます。その後は疲れからか成績を落とし、中継ぎに回ることもありましたが、シーズンを通して1軍に帯同し4勝8敗と負け越しはしましたが、投球回は84と飛躍のシーズンとなりました。今年の飛躍の理由を杉内コーチは、変化球がいいのであのまっすぐさえ良くなればとずっと思っていた、自分は何も言っていない、本人が試行錯誤して磨いたと直球の威力向上が飛躍の理由だと語っています。そして本人は来季のさらなる活躍のために新たな武器を模索している様子です。投球の幅が広がります。横川投手が新たな武器として取り組んでいる球種がチェンジアップです。シーズン終了後から始まった秋季練習では、かつての左腕エースで新たに巨人軍の投手コーチに就任した内海氏から直々に教えを受けます。横川投手は、今年はチェンジアップは封印しましたが、投球の幅を広げるため来季は使っていきたいと語り、指導する内海コーチも上から投げ下ろすタイプでチェンジアップを抜く感じで投げていた、だったら僕みたいに腕を振って切って投げる方が変化量が多くなると思う、十分ウイニングショットになる可能性になるボールだと思うと語り、新たな武器誕生の可能性にワクワクしている様子です。杉内コーチ、内海コーチともタイプこそ違うものの、チェンジアップを武器に活躍した左腕投手です。その両名から指導を受けることができる環境に横川投手はとても光栄なことと語り、意欲も十分な様子です。また秋季練習中に就任したばかりの阿部新監督からエースになるための心理面でのアドバイスを得ました。阿部新監督は、コースに投げていいところをボールと言われたらどうしようもない、時には腕を強く振りど真ん中に投げ込む度胸が大切、最後はそういうところで勝負が分かれると思うと、昨季から取り組んできた直球の威力をさらに上げてそのボールでねじ伏せるという意識を持つように伝えており、来季の活躍を期待している様子がうかがえます。来季から一軍投手チーフコーチに昇格となった杉内氏は、横川、井上、堀田、この3人がレベルアップしたらすごい投手王国になると思うと、横川投手が新たな投手王国建国のキーになる選手と語りました。そして短所ばかりでなく長所を伸ばしたいと言います。これはかつて自身が苦手とするクイックの改善を求められ、これを気にするあまりに調子を崩したという自身の経験に基づいての発言です。杉内コーチは、選手が伸び伸びできる環境を作りたいと語っており、横川投手にとってチェンジアップの習得と直球のさらなる向上に取り組みやすい環境といえます。来季横川投手の投球がどのように変化するのか今から楽しみですね。いかがでしょうか。投手王国と呼ばれるチームには必ずと言っていいほどに左腕エースが存在しています。今季絶対的な左腕エースが不在だった巨人軍は優勝を逃しましたが、来季は期待の若手左腕の横川投手に加え、グリフィン、メンデス両投手と合わせ左腕が豊富な投手王国ができそうな様子です。特に今年大きな飛躍を遂げた横川投手に、阿部新監督、杉内投手チーフコーチは大きな期待を寄せています。現在
秋季キャンプで新たにチェンジアップ習得にも取り掛かっている横川投手。彼は来季どのような投球を見せ、どんな成績を残すか、今から楽しみですね。これからも横川投手に期待していきたいですね。このチャンネルは、これからもプロ野球が盛り上がっていくことを期待して、注目記事に迫っていきたいと思います。この動画が良いと思った方は、いいねとチャンネル登録をお願いします。